ワイズテックの大谷と申します。よろしくお願いします。で本日ヘッドホン祭でですね、参考出品と出していただくのが、まず野村屋として初めてのインナーイヤホンですね。イヤホン、こちらなんですけども、一応ウグイスという名前で予定をしております。15.4mm のダイナミックドライバーを入れた MMCX 対応の、インナーイヤホンということで、まあ、通常、まあ、カナル型の方が主流だとは思うんですけども、あえてインナーイヤホンというところで、出しております。で次にですね、ヘッドホンケーブルで、前回のヘッドホンサイドも出したんですけども、今、4芯の、スズメックのヘッドホンケーブル販売しておりまして、それの次なるモデルということでインスパイアネオ、発信モデルというもので、今回、販売をしようかなというところで参考出品としてまた出させていただいております。で今回はこの2つの聞き比べを、タコ様のヘッドホンを使ってですねご視聴企画っていう形で、できるようになっております。でもう一個スズメッキの発信モデルの参考出品というのを作ってきました。通常4芯モデルのものがあるんですけども、お客様のご要望を多くいただいたので、今回発信モデルで MMCX2 ピンの 4.4mm プラグで、ご用意しております。あとですね、ハイエンドシリーズ、ビジョンシリーズというスズメ、パラジウムメッキ、純銀線を使ったモデルの、新たなコネクターモデルとして、ビットイヤーモデルと、ペンタゴンイヤーモデル、こちらの方を、今回撮っていただいております。以上です。